市ヶ谷佐内町は東京都新宿区の町名。町名の設定のない単独町名である。住居表示未実施。郵便番号は162-0846。新宿区東部に位置する。町域北部は南都町、市ヶ谷高城町、市ヶ谷町園寺町、市ヶ谷佐渡原町一町目にそれぞれ接する。東部は市ヶ谷田町一町目に接する。南部は市ヶ谷八幡町。 一ヶ谷本村町にそれぞれ接する。西部は一ヶ谷加賀町に接する。一谷佐内町は一ヶ谷駅の西側の一角にあたる。町域の西南に左内坂という坂があり、この左内坂に面する一ヶ谷本村町地内の防衛省の裏門は佐内門と呼ばれる。住宅地の地下は2017年の工事地下によれば、 一が矢内町22番の地点で92万1000円平方メートルとなっている。1990年代半ばに差し掛かる頃より業務の拡充を図る大日本印刷の関連施設が増加していった。由来はこの地を開いた名主、島田さないに由来する。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。東京メトロ南北線市ヶ谷駅が地下に設置されているが、町域内に利用可能な出入り口は設置されていない。ありがとうございます。